皆さんアロハ、オリオリのお好みです。今日はなんと6月の1日にグランドオープンしたワンダークラブに来ています。いよいよ、はい、オープンしたということで、ホテルのセールスのエリカさんにご案内いただこうと思います。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、では早速行ってみたいと思います。はい、オリオリ。はい、ということで、朝ごはんなんですけれど、はい、はい、結構ボリュームありますよね。そうなんですよ。もうパンでしょ、はい、卵で、うん、これ日替わりらしいんですけど、お肉類、はいはい、ソーセージだったりベーコンだったり、でこれがホテル一押しの、ホテルで作ってるバナナブレッド。バナナブレッド、こちらですね。多分これもね、日替わりでペーストリーが変わったりするんじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、はい。で、あと嬉しいのがこの、 あのフルーツ。あ、フルーツね、うん、ハワイに来たら食べたいですよね。そうなんですよ。で、旅行中って結構がっつり食べるんだけど、ビタミンって不足しがちじゃないですか、うんうん、はい、なのでフルーツ、はいはい、でこれもね、あのチアシードだったりヨーグルトだったり、そういったものも日替わりで入ってくるということで、はい、はい、食べてみていいですか。いや、ぜひ食べてみてください、はい、ちょっと気になってるこのバナナブレッドからいってみますね、うん、うん、甘すぎない。甘すぎない。うん、ちょうどいい、程よい甘さで美味しいです。で、トーストもあるわけですよね。そう、トーストもちゃんと焼く、トースターもあるので、はいはい、でジャムとか豊富にあるので、うん、甘いの欲しい人と甘くないのが好きな人とで、なるほどなるほど、はい、両方いけるって感じですね。いいですね。はい、あとですね、周作さん、私コーヒーもあるんですけど、はい、あえて紅茶をチョイスしたんです。すごい可愛い、ね、はい、可愛いですね。ポップな感じ。そう、うん、これでなんで紅茶かというとですね、ワンダークラブだけのために作ってる紅茶っていうのがあるんですけど、ワンダークラブオリジナル、はい、オリジナルの紅茶があって、それをここでいただけるんです。こういう、はい、本当だ、ちゃんとグルービーグアバっていう、はい、フレーバーなんですね。4種類フレーバー作ってるんですけれども、これがすごい可愛いなと思って、ねえ、ね、しかもそのグアバのテイストってちょっとハワイっぽくていいですね。そうなんですよ、ね、甘い、グアバの本当に甘い香りがして、うん、まあそういう感じですよね。なんかね、朝から本当に優雅な気持ちになります、ね、はい、朝は今のあーが欲しいところですよね。それでは、お次は、アフタヌーンティーのご紹介をしたいと思います。こちらになります。これは朝も出てた紅茶。そうですね、はいはい、アフタヌーンティーですかね、はい、4種類と4種類と、はいはい、でこちらが、アフタヌーンのこの時間に、サンドイッチと、はい、ペーストリーが出てきます、はい、で今日はあのこういうセットになっているんですけれども、これはあの日替わりメニューでして、じゃ別のものが出る可能性もある、ね、はい、これ十分な量じゃないですか。そうですね、サンドイッチとスコーンと何かこうちっちゃいもの、ね、が出るっていう感じですか、はい、わあ、もうお昼ご飯になりますね。もうこれだけで結構お腹いっぱいになりますよ ね、 すよね。じゃ早速いただいてみたいと思います。まずはこの大きなサンドイッチ、よいしょ、なんかこれ生ハムじゃないですかね。すごく美味しそうですよ。よいしょ、では早速いただいてみたいと思います。でね、これ私紅茶を、持ってきたんですけれども、あ、はい、こんにちは。あ、お湯をこうやって席まで入れに来てくれるんですね。3分ほどお待ちください。はい、あ、はい、ありがとうございます。今度はいちごの可愛いやつにしました。で、ね、レモンママキティというのを入れてみました。見てください、サラミとチーズとかハムとか
なんかいろんなのが入っててものすごく美味しそうですね。いきます。パンがちょっとほのかに甘くて、でしょっぱいものと混ざり合って美味しいです。なんかもう2つも3つも食べちゃいたくなるような感じです。このみさん、はい、こんなメニューもあるんです。これは、はい、別の日に出してる、ね、そんなバリエーションがあるってことね、はい、すごいですね。もうこれも美味しそうだし、ティッシュとかもすごい美味しそうだし、毎日来たくなっちゃいますね。そうですね、日替わりであのメニューが変わりますので、うんうん、あの毎日同じということはないですね。ですね。はい、続きましてワンダークラブバーへやってまいりました。どうぞご覧ください。こちらにありますのがワンダークラブのために作られたオリジナル商品が並んでおります。ルック JTB のその対象コースに申し込んでいただくと、まあ、折り折りダラーって言って、まあ、クレジット、ルームクレジットみたいなものがもらえるんですよね。でそのクレジットを使って、お買い物できるのがこちらの商品たちっていうことですね。はい。売れ筋はどんなものですか？売れ筋はですね、こちらの、パンケーキミックスですね。もちもちのパンケーキミックスと、はいはい、そしてあの隣のワンダークラブラウンジで、サーブしてますこのティーですね、はいはい、これ4種類ありまして、ラウンジで飲んで美味しかったって言ったらここで買えるってことですよね、はいはい、これはこのチョコレート、これもまた人気の商品となっておりまして、ね、なんか薄いし軽いから、はい、お土産に良さそうですよね、はい、一番売れ筋はこのダークチョコレートです。あー、なんかいいですね。これパッケージも可愛いから、そうなんです、すべ、うん、てあのワンダークラブ専用にあのパッケージも全部作ってもらいました。ここでしか手に入らないものっていうのがすごいですよ ね、 ですね。あとこれなんか回ってますね。そうなんです。これあのカップケーキですとか、はい、これチョコレートカバードオレオクッキーがすっごい可愛いんですけど、はい、これは無料です。無料、無料で何個でも食べていただけます。無料。ここにあるものは基本的に有料だけれども、はい、ここの、回っているこれは無料で。そうですね。じゃあこれ持って行って、はい、さっきのラウンジでコーヒーもらって、そうですね、フルサイドで食べて飲んで、はい、ができるっていうことですね、はい、何個でもいけますよ。挑戦してみようかな。でこれがソフトクリームですね、はい、有料で引き換えられるアイテムの一つってことですね。そうですね、はい、作ってみていいですか？どうぞどうぞ。ではこちらが、はい、パイナップル味、はい、こちらがスイカ味、はい、そして真ん中が2つのミックスとなっております。どうぞ。フレーバーは日々変わるんですか？フレーバーはあのこのままです、はい、じゃあせっかくだから欲張ってミックスいってみます。結構グッと押さないと。そうですね。これどんなに入れても料金変わらないんですよ？変わりません。じゃあもりもりに上の方までよいしょ。おー、どうすか。これもトッピングしていいですか？はい、トッピングもすべて無料になっておりますので、はいはい、パイナップルとスイカっておっしゃいましたよね、はい、うん、パイナップルとスイカそのまんま、そのまんまですめちゃくちゃ美味しいですね。でこれがあのノンデイリーで作られていて、はい、乳製品が入っていないんですね、はい、なのであのアレルギーのある方ですとか、うんうん、小さいお子様も安心して、はいはい、食べられます。それは嬉しいですね。なんとこちらではですね、日替わりで、カルチャーアクティビティも開催しているんですね。毎日ではないんですけれども、曜日が決まっていて、こういったデイ作りの、レッスンをやっているので、ちょっと参加してみたいと思います。
はい、ということでワンダークラブ夜の部なんですが、はい、夜の部のポイントといえば何でしょうか。やっぱりまずはお酒、うん、はい、今お酒ワイキキで飲みに行くと結構高いんですよね。高いですね。10ドルぐらいしますよね。ビールでも、はい、税金とチップ入れると10ドルぐらいはしますし、うん、はい、ね、ワインなんかもっとしますよね。ですね、はい、それが追加代金なしで、うん、いくらでも飲めちゃう。すごいお得ですね、はい、でお得だけじゃなくって、うん、このワインはワンダークラブのためだけに作られた専用ワイン、オリジナル、はい、オリジナル、すごい、これもすごいポイント高い。だから外では飲めないワインがここで飲めるということで、うん、もうお酒好きな人には絶対来てほしい。そうですね、はい、しかもお酒だけじゃなくってこういうおつまみなんかも充実してるんですね、はい、そう、結構充実してるんですよ。見てください、このワインに絶対合う、まあ、チーズとかクラッカーとかフルーツ、うん、フルーツも嬉しいな。そうで、だけじゃなくって、はい、これパスタも日替わりで用意されているそうなので、はい、お酒を目的じゃなくってもちょっと立ち寄りたくなっちゃいますよね。いいですよね、はい、でしかもこのハワイの風、オープンテラスでね、ここが気持ちいいですよね。はい、最高です。ご覧いただきました通り、このアロヒラニのワンダークラブ朝昼晩とね、もう本当に盛りだくさんで超お得な内容で、しかもこんな風に、フォトジェニック可愛いものもたくさんありますので、ぜひぜひ次のハワイで、体験していただきたいなと思います。お越しをお待ちしてます。So much fun.